こんにちは。こんにちは。こんにちはって。じゃあ。こんにちは。はい、黙ってなくていいから。黙ってなくていいですよ。今日お客さんかなと思って。いやいや、まあお客はお客だよ。ね、ちょっとお借りするけど。はい。ね、甲子園。はい。ね、言った？ベスト4。言いましたよ。応援してんのは明石商業、優勝は星稜と思ってますか。うん、豊さん的にはもう、いや、俺戦略が一番感じられるのが明石商業、はい、お監督のコメントも面白いね、はいはい、まあ、選手の手柄のようにして自分の手柄にしてるという、うん、まあ、ここはなんと憎いなというね。そうなんですか。いやいや、選手だったら選手がよくやってくれましたねって、いや、あそこはね、こうこうこうでこう考えたんですよって、で成功しましたみたいな。結局誰の手柄やってた、俺の戦略やっていうのを思いっきり出したい。でこう、あの年になって異端児だね、はい、なんか俺と似てるような感じがする。同じ匂いします。同じ匂いです。あのガッツポーズしてこうやれんの怒られてるんやから。こんなあのジジイがあの甲子園出て若者と一緒に戦いガッツポーズ怒られないからね普通。でもいいっすよね。僕はすごい気持ちいいっすよね。あのぐらいやれよっていうことだよね、はい、だから何を規制してるんだという話なんだけど、はい、まず星稜、はい、これ温存したね、はい、延長あって、はい、温存して1日空いて明日からかな、はいはい、まあ星稜のこのピッチャーは抜群にいいね。もうドラフト1位ですよね、はい、絶対取りに行きますよね。もうあの涙が感動したね、うん、あの延長になって延長になって、はい、タイブレーク行って、うん、勝った時スリーランが出た時、うん、くしゃくしゃになってない。一連との試合でしたっけ。もういっぱいいっぱいになってたんだよね、はい、だって去年負けたんですよね、そギリギリところで。あ、そうそう、だからそれの払拭できたっていうのもあったでしょうね、これは。あのだから昨年の桐蔭、はい、大阪桐蔭の、はい、あのキャプテンの子に、はい、感情が似てんのかなっていう。だからこれあるなって。優勝っすか。じゃあ、いや、まだそこまで行ってない。せっかちやろ。まだそこまで行ってない。え、だって中京学院大中京、あ、これはちょっと経験が浅いかなっていう。選手はすごくいいんだけど、バランスも、はい、だけど戦略というよりもこちらはなんかこう自然体でやらしてるという、はい、だからすごくシンプルな野球をやるよね、うんうん、で明石はこねくり回してるという、はい、うん、ね、で履正社、これは横綱だよね、うん、だから横綱、位からすると履正社横綱、はい、まあ星稜も横綱だね、うん、中京が小結、明石が前頭、お筆頭みたいな。大関とかもう負けちゃったっすか。大関は負けた。大関はさ、作新とかさ、そういうとこだったけど、なんか明石が俺は桁振りでやりそうな感じがするんだよ。なんかこうその戦略というか、はい、俺勝負ごとには戦略って絶対必要だと思ってるから、うん、だからここがもう向こうがすごく警戒してくると思うんだよね、うん、それが余計なことになってくると思うんだよ、うん、だからそういう意味では明石って面白いなと思う、うん、俺は優勝っすか。ちょっと待って、お前せっかちゃん。めっちゃせかしますね。お前せかすな。そこの人先に言うタイプですよね。そうだね。もう答え言っちゃうタイプだろ。先に言うタイプ、言うなっつんだ。だから明石商か星稜、これが決勝に行くといいなって思って、俺の予想は外れない。願望っすか。私はあの好き嫌いだからね、うん、見ててこうすんなり受け入れられるのがやっぱ星稜、うん、で見てて楽しいのが明石、うん、こうワクワクする、はい、どんなサプライズがあるのか、どんなプレゼントを用意してるのかっていうのが明石だから、うん、まあ明石と星稜が決勝をやってくれたら面白いですよね。楽しいと思う、はい、で決勝に行くとあんまり小細工聞かないんじゃないかと思うんだよね、うん、もうそういう緊張感で、うん、そしたらそのやっぱ物が出てくると思う、うん、そしたら星稜かな、うん、今年は。履正社も結構すごい選手揃ってますよ。いや揃ってる、はい、ただし大阪ばっかりだと人気がなくなるのよ。いや、これが久しぶりの中京学院大中京もいい選手いっぱい揃ってる。いや、いるんだよ。で、はい、佐々木くんとバッテリー組んでたキャッチャーの子とかいますよね。山瀬代表の時にね、はい、まあまあでもそれがいいの。いや、いい、だっていいから、だって小結びでしょ。強い、結構強いっす。もうちょっとランク入れようか。大関ぐらいにしようか。そうしてくださいよ。大関ぐらいにしようか。あ、ね、まあ明石が小結びにしようかな、はい、うん、小結び。じゃあそうしましょう、三役揃うみたいな、はいはい、え、じゃあまあズバリ優勝は、はい、星稜、星稜というか、はい、じゃあお二人とも優勝予想。あ、星稜だった。そうなんですよ。あ、そっか、うん、でもあれですよね、僕いつも言ってるんですけど、うん、最後選ぶの好みっすよね。いや、好みだな。はい、みんなの好みってことですか。いや、もうなんつっても好みだよ。はい、もうそれはしょうがないね。はい、はい、じゃあそういうことで、はい、はい、